てね、こうどんどんコーナーを進めていきたいと思いますが、まずは、普通歌をご紹介していきたいと思います。はい、お願いします。読んでください。はい、はい、ラジオネームキャッツさんからいただきました。ありがとうございます。11月27日にミライちゃんとみつき先輩のデュエットソングが発売されましたね。おお、はい、26日の夜日付が変わるまで起きていて、27日になったらすぐ音楽配信サイトでダウンロードしましたよ。確かミライちゃんは歌がお下手でしたが、ディスプリージングダイアリーを歌う時にも相当練習したんでしょうねっていう、かっこ笑いって書いてあります。はい、はい、今度発売されるアキヒトとヒロミのデュエットソングも待ちきれません。おお、というメールいただきました。ありがとうございます。よい、ちょうどね、先日もうレコーディングも終えて、はい、はいはい、おそう、ね、先行はちょうどケンが歌ってくれて、はい、でその後に俺が歌ったんですけど、そうケンがねすごく、はい、なんかもうものすごい集中力でやってたっていうのがあって、いやキャラソンって楽しいじゃないですか。相当眉間にしわ寄ってたって話を聞いた。本当？いや、ここはもうちょっと秋日さん、やめろ。もっとこういう感情が込められると思うんですよね。もう一回撮ってもいいですか？やめてくれ。すっごい真面目にやってて。やめてくれ。それ聞いてたから、なんかじゃあもう任せてるからいっかと思ってるよ。ふわふわっと俺撮る。ふわふわじゃない。ちゃんとその後、その日、次の時間に、タツが撮ってたんですけど。うん、そうそうそう。で、ラフミックスができた瞬間にもういただいて音聞いて、バッチリ歌ってましたね。そうなんですよ。ちょっとね、本当に、デュエットソングに関しては二人ともものすごい気持ち悪く歌ってるんですよ。そうですね。なんか歌詞がものすごいとお聞きしたんですが、まあまあね、お互いのね、そうそう、こうフェティシズム的なね、そうですね、やっぱりフェチに関する、あ、うん、皆さんフェチってわかります？わかるわ、なんとなくわかる。まあこの子で言うんだったらメガネが好きっていうね、うん、ちょっと特殊な考え方を持ってるんですけども、普通ですよ。いやいや、私みたいにね、ちょっと高尚な妹っていう属性がある。いやいや、何を言ってるんですか。メガネの方が高尚に決まってるでしょ。何言ってんの。メガネってただの無機物だよ。だからその有機物が無機物をこうね、かけた瞬間に生まれるこの、なんて言うんですか。何言ってるんですか、あなた。隣見てごらんなさいよ、この妹ですよ。そうですよ、ミナリさん挟んでますよ。ちょっとちょっと前に、ちょっと前に来て、あなたの今日のファッション見せてあげなさいよ。ちょっとミノリン、ちょっと見せてあげなさい。今日すげえ綺麗なんだよ。素敵な衣装。あとちょっとメガネ貸してもらっていいかな。あ、いいですか、私のメガネ。おお、どうぞどうぞ。来てるこれ、ほら、来た。前出ていただいてね。何これ何これ。はい、じゃあ一周、はい、くるんと一周、はい、今日こんな感じでございます。はい、かわいい。メガネをかけてくれないか。あ、今ケンさんがミノリンさんに赤メガネを渡しました。お、これは、お、カメラさんもっと寄って、おお、っていうかめっちゃ似合うね。ね、ちょっと俺ごめん、なんか不用意にもドキッとしてしまったわ。ヒロミ、妹にメガネって悪くないね。これはいいな。なすごい、とてもいい、うん、これありがとうございます。ラジオ聞いてる人かわいそうね、見れないから全くわからない。あ、そっか、これ公開録音だっけ。そうだよ、でも楽しみですよ。そっか、これラジオか。そうですよ。映像付きのラジオではない。違います、これ音声の公開録音です。マジか。そうか。じゃあこれがお茶の間に届いてる時には映像はまるで残ってない、まるで流れないです。さあ、まあ見ろ。ドンマイです。これが勝った人、妄想で。はい、ね、皆さんこうみのりさんのメガネを妄想しながら聞いてください。はい、こんな感じでね、お二人和解しましたので、次のお便り読みたいと思いますよ。お願いします。妹、その響きには癒しと夢と希望が閉じ込められてる。メガネに隠された謎、遠くまで絶対に知れない。